ハキミシティね。いや、偽サイドバックじゃないと思うんだけど、ただ、右ウィング張るんだったら、あ、だから右ウィングにフォーデン使うんだったら、外も中も取れるから、ハキミとどっちもいけるから強いよね。ベルナード・シューバーでもそうだよね。あ、だそういうことあるんじゃない？ウィングが外取って中を、サイドバックが取るか、もしくは中盤が取って中入るとか、全パターンに適応できそうみたいな。あと、ハキミの場合は、1対1の守備強いから、そう、だから、ウォーカーほどじゃないかもしれないけど、ウォーカーの攻撃面での不器用さをなくして、守備面での理不尽さもちょっと減っちゃったけど、まあ、総合力は上がったみたいな感じですよね。やっぱ一緒か。テオエルなんで、シティの噂もニューカッスルか、マンチェスターシティかとか、でも左サイドバック、そっか、カンセルいなくなったかも。でグバルディオールとハキミ取ったら、ハキミ一応左もできるから、できるっていうかもうやって、でもハキミ全然今でもできそうだよね。ウォーカーはバイエルン移籍の噂。まあ、右サイドバック不安どころでしょうね。だっけ、マズラウィーと誰かだよね。あとは、司令官になれる選手はね、キム・ミンジェがそういうディフェンスリーダーとして、バイエルンで振る舞えるのかみたいなところですよね。あ、バイエルン、キム・ミンジェね。あれ、これってさ、バイエルン、誰か出す、パワール出てくからってことなのが一応、頭数的には。左アルフォンソとリュカ、ブリント出したから、ブリントのとこ誰か入るみたいな話したよね。デリフト右サイドバックはないでしょ。ウパメカのサイドバックの方ができそうだけどね。キム・ミンジェがね、ビルドアップ、うまく楽はないけど、整体をいつも入れれるみたいなパターンでもないですね。ゲレイロ取ったの？じゃあ、リュカはセンターバックだ。アルフォンソとゲレイロで、リュカとデリフトとウパメカノいて、そこにキム・ミンジェ入ってくるのか。まあ、トゥエルナは3バックもできるもんね。リュカ対談の子なんだ。ああ、じゃあ、リュカのところか。右サイドバック、パバールいなくなったら、キミヒは使わないだろうから、今度誰なんだ？サールだけど、いたよね、なんかすげえ足速い人。でも、お前絶対使わないでしょ。リュカはね、足は速いんだけどね。そこの判断とかなんかそういう、ちょっとなんか身体能力任せみたいなプレーはあります。あ、マズラウェイね。マズラウェイ、スタニシッチ、あ、カンセロか。うおー。でもカンセロは戻すもんね。どっちもすげえ、スタニシッチはね、内側絞ってきたりとかするけど、裏ケアできたりとかなんか、守備の準備動作みたいなのが遅かった気がすんな。どうすんだろう、サイドバック。でもほんと3バックが良さそうだね、今のメンツだとね。いや、バイルンね、来季、ウォーカー・ウパメカの、キム・ミンジェ、アルフォンソ・デイビスでしょ。めちゃくちゃパワーな4バックだよね。すげえ、見たいけど、それがさ、ちゃんと、まあ、デリフトの可能性もあるけど、それがちゃんとさ、組織として機能するかどうかだよね。やっぱりいくらパワーあっても、マドリーで言うとやっぱアラバいないとききついみたいなさ、リュディガー、ミリタンじゃきついときあんじゃん。それなるんすよね。本当に声の重要性ってあるから、パワーフォーバックいいんだけど、実際にパワーフォーバックでも、ファンダイクみたいにちゃんと司令官になるパワーある人じゃないと厳しいんだよね。してや誰を夏に取るべきだと思いますか？グバルディオルですね。左のセンバーとサイバー、高いレベルでできる。選手そう。だってね、アケいなくなった時にそこにさ、ウォーカー入れて、まあ左にアカンジ回してるけど、あそこがグバルディオールでね、グバルディオールいない時のアケになりますからね。まあ逆の時もあるかもしれないけど、初年度であんま馴染めなくてね。シティ左サイドバック専門家欲しくてチルウェル狙うかもしれないみたいです。ああ、そっか。ククレジャーもいるしね。ただ、グバルディオール無理なのかね。グバルディオールとアケでいいけどな。チルウェルね、悪くはないけど、みたいな。センターバックと左サイドバック1枚ずつ取るみたいなイメージで、グバルディオールにその2人分のお金突っ込んだ方がいいと思うけどね。シティがフォーデンを来季から中盤で本格起用するので、ウィング補強しようとしているようですが、誰がいいと思いますか？ああ。でもそうなると、ベルナードとギュンドアン抜けたとしても、コバチッチ、フォーデンって足りるってことだよね。頭数で言うと。で、デブライネのところはね、まあ、それこそフォーデンがそのまま入るのもあるし、この間みたいに、ユリアン・アルバレスのパターンもあるから。ウィングか。今左グリーリッシュでしょ。あ、そっか、ね、ベルナードは右のウィングでかやってたのか。そうなると、ベルナード抜けたとしたら、マクレスそのまま入るのか、そのまま右フォーデンでいい感じしますけどね。中盤で使うんだ。右フォーデン、左、ね、グリーリッシュでいい感じするけどね。フォーデン絶対ボール失わないし、ウィングで。マクレスもね、サウジから狙われてるそうだもんね。でも、クバラサエリアとか高い、ね、だし、クバラサエリアちょっと、似てるっちゃ似てるからな、グリーリッシュと。でも、左利き右ウィングが欲しいと思うんですよ。サイドで溜めて、カット認識させながら、後ろも使うみたいな感じだから。ああ、ディアビか。だからディアビもね、ウィングっていうよりちょっと中入るプレーもできるから、外に縛るのはちょっとかわいそうな感じもあるんだよね。あ、オリーセね。オリーセあるかもな。キエーザだと両ウィングできるね。あ、バルサのラフィーニャか。確かに。ラフィーニャ、キエーザ、ディアビ、オリーセ。だ環境変わっても大丈夫そうなので言うと、オリーセ確かにいいね。
ポリンセだってね、ベルナードが残るかどうかよりね、ベルナードはまだ決まってない。どうなるか見てみよう。大体どうなるか見てみようっていうのは代理人に任せてるからその状況次第って意味なんですよね。代理人に移籍希望は出してるけど、話が来たら行くし、まとまったら。決まんなかったら行かないってことだから、ベルナルドが希望してるプレミア以外のところで、セリエとかラリーガとかでベルナルドが思ってるような額出せるみたいなチームってないと思うから、ないというか、なかなか大変だと思うからね。そうなるとね、ベルナルドプラスマフレーズが抜けた時の右ウィングだよね。で、フォーデの場合、まあグリーリッシュいない時は左使えるから、あとカンセル戻った時にね、使うとしたらもうウィングになると思うんだよね。あ、そうだ、パルマーもいたね。パルマーの左ウィングいいもんね。縦に行けるからな。マフレーズの優先度低めなのはなぜでしょうか？マフレーズの良い点と問題点解説してもらいたいです。まず、この一言で足りるんだけど、ライバルがベルナルド・シューバーだから。で、もう一つ言うと、マフレーズの方がプレスバックだったりとか、あと、サイドバック上がってきたりとか、ポジショニングがカオスな状況になった時に、できることがベルナルド・シューバーほど多くないし、瞬間的に最適解を出せちゃうんだよね、ベルナルド・シューバーは。マフレーズの方が、右から仕掛けるときの、その、状況というか、得意なことがピーキーなんだよね。そこですね。守備できないから使われないとかじゃなくて、まあ、だからこれは総じて、相手がベルナルド・シューバーだからですね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオゾフトボーでした。バイバイ。